マサルの勉強部屋高度共通試験午前一対策編、今日も頑張っていきましょう。はい、それでは今回のテーマはマルチプロセッサーです。一緒に勉強していきましょう。早速今回の問題チャレンジしてみてください。今回の問題こちらです。平成28年春の午前の問い9番ですね。並列処理方式である SIMD の説明として適切なものはどれかという問題です。あ、い、う、え、どれでしょうか。ぜひご自身の力でチャレンジしてみてください。自力でやってみたい方はここで動画を止めてチャレンジしてみてください。それでは答えの発表です。今回の答えはこちらです。はい、いが正解でしたね。皆さんいかがだったでしょうか。正解できましたか。それでは今回のテーマですね、マルチプロセッサーについてお話ししていきたいと思います。はい、毎度毎度この説明になってますけども、コンピュータシステムのセクションでは、ハードウェアの知識が求められていて、プロセッサーですね、 CPU の高速化というところが知識を求められています。高速化する手法としてパイプライン、スーパースカラときて、次がですねマルチプロセッサーです。パイプラインやスーパースカラ勉強したい方は、前回前々回の動画をご覧になってください。今回はマルチプロセッサーについてお話しします。マルチプロセッサーというのはご存知の方も多いと思うんですけど、パソコンとかに対してですね CPU をたくさんつけて性能を向上させるっていった方法です。例としてクワッドコアといえば、CPU が4つ搭載されているということになります。そしてこのマルチプロセッサーにはいくつか型があるんですね。大きくは2つに分類されて、素結合型と密結合型です。では一つずつこの型を見ていきましょう。まずは素結合型から見ていきます。素結合型は各プロセッサーがメモリと OS を個別に持っているものですね。こうするとですね、見てわかるようにこの CPU が一つのメモリを独占して使っているので、こうなると何がいいかというと、メモリへのアクセス競合というのは発生しないんですね。後から見てもらう密結合型はメモリへのアクセス競合というのが発生する可能性があります。ただこの総結合型っていうのは、見てわかるようにメモリを一つずつ持っているのはいいことなんですけど、あんまり効率のいい使い方じゃないので、あまり今は使われてないパターンですね。一方今一番よく使われているのは密結合型の方です。これは各プロセッサーがメモリと OS を共有して使っています。なので各 CPU がメモリをですね必要に応じて取ってきて使っているといった状態です。メモリのアクセスの競合っていうのが発生する可能性はあるんですけど、このメモリのリソースを効率的に使うことができるので、現在はほとんどこっちですね、密結合型を使っています。そしてこの携帯でできるのが MIMD と言われるものです。はい、MIMD 型とも言われるんですけど、これ何かっていうと、マルチプルインストラクションストリーム、マルチプルデータストリームです。名前がめっちゃ長いっていうやつなんですけどね。これ日本語訳すると、複数の命令を同時に処理して、それとともに複数のデータも処理できますよといった意味合いになります。なのでそれぞれのコアで命令を実行することもできるし、メモリとかのデータの読み込みも別々に行うことができますといった方式です。なので一般的なマルチプロセッサーはこの密結合型の MIMD 型です。なのでこれがですね、まず一番よく使われてますっていうところを押さえておいてください。ではもう一回問題を見直すとこちらです。今回問われているのは MIMD ではなくて SIMD なんですよね。なので一般的に使われている方ではないんですね。はい、なのでこの SIMD 見ていきましょう。 SIMD のことを SIMD とか SIMD って言ったりするそうです。さっきがマルチだったんですけど、今回はですねシングルです。シングルインストラクションマルチプルデータストリームスの略が SIMD です。一般的な GPU はこの CIMD を使っているということになってますね。これは単一の命令で複数のデータを同時に処理することができます。なので MIMD がいいとか SIMD がいいとか、そういった話じゃなくて、用途が結構違ってくるんですね。この GPU でよく使われてますよってお話したんですけど、 GPU というのは同じような計算を異なるオブジェクトに対して行うことが多いので、こういうのはですね SIMD が適しているというふうに言われています。用途としてはマルチメディアの処理ですね、映像処理とかはこういった SIMD を使うと効率的に処理できますよというところです。
簡単にまとめると SIMD っていうのは、まあ、単純な処理を、まあ、超早く行うみたいなイメージですね。 MIMD は高度な処理を複数のコアで、まあ、効率よく行う、まあ、そんなイメージです。なので今回は SIMD、 E が正解ですね。単一命令ストリームで複数のデータストリームを処理する方式を選べれば正解です。まあ、今言った説明思い出せなくてもこの S と M ですね、しっかり覚えておくと正解できます。 S がまあシングルの命令ですよね。シングルの命令に対してマルチプルなデータ、なので複数のデータですよ。なのでこれ E が正解ですね。ちなみに A は単一命令ストリームで単一データストリームなので、シングルインストラクションストリーム、シングルデータストリームなので SISD ですね。そして E が今お話ししている SIMD、そして U はですね、ほとんどこんなことないんですけども、まあ、MISD と言われるものですね。そして A が MIMD で、私たちがよくパソコンとかで使っているマルチプロセッサーはこの A の MIMD という方式です。はい、それでは今回は SIMD についてお話ししてみました。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画参考になれば、高評価やチャンネル登録いただけますととても嬉しいです。それでは最後まで動画ご視聴ありがとうございました。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。今日やった問題以外にもチャレンジしたい方は、概要欄にコード試験共通午前1のプレイリスト、リンク貼ってますのでぜひチェックしてみてください。あとは突破口 .com 様と一緒に作っている IT 用語動画辞典もとてもおすすめです。ぜひ使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。